皆さんこんにちは。食物連鎖と実験ちゃんです。今回は皆さん大好き、吸血ヒルの可愛いところを3つほど厳選してご紹介したいと思います。いやー、それにしても本当にキモ。じゃなくて可愛いですね。これなら某夢の国のネズミさんにだって負けないはず。決して田んぼや沼地に収まっている器じゃないんですよ。というわけで、早速治水ビルのチャームポイントを紹介していこうと思います。この一見するとヘチマに見える物体、なんだと思いますか？実はさっきまで見ていただいていたのと同じ、治水ビルなんです。どうですか？このでっぷりとしただらしないお腹。不格好で可愛くないですか？可愛いですよね。いや可愛いはず。どうです。これが高級懐石料理店でナマコの刺身ですとか言って出されたら、さっと醤油をくぐらせて食べちゃいそうじゃないですか。食べちゃいたいぐらい可愛いですよね。はい。ということで次のチャームポイントを紹介していこうと思います。まずは頭の先で周辺を探り、安全を確認すると全身を伸縮させて前に進みます。その動きは一見するとミミズに似ているように思えなくもないですが、よくよく観察してみると、お尻の吸盤を床に固定し、体を波打たせるようにして前進しているのがわかります。言うなれば、二足歩行ならぬ前進歩行。いや、正式にはもっと他にちゃんとした名称があるのかもしれませんが、ウプ主の感性的にはそんな感じ。そして徐々に体が乾燥してくるにつれ、その動きはより顕著に移動方法に現れるようになります。この全身をくねくねと波打たせる動き、なんか床の上をバタフライで泳いでいるみたいで可愛くないですか？可愛いですよね。ほら、拡大してみるとこんな感じ。乾燥してきたせいで体のシワが目立ちますが、そんなところもたまらなく気も可愛いです。と、まあ、そんな感じで次のチャームポイント。ヒルが人間に懐くなんてありえないと思うかもしれませんが、実際にこうして治水ビルの前に指を出してやるとこの通り。治水ビルは吸い寄せられるように指に近づいてきます。やっぱり可愛いですね。飼い主が好きで好きでたまらないといった感じ。ペットに愛情を注ぐ上で、触れ合いってとても大切ですよね。思い入れがあるというだけで、接し方が随分と変わってきますもの。ほーら、おいで。こっちだよ、こっちこっち。若干構って欲しくて飼い主から指を近づけている感は否めませんが、それを差し引いても治水ビルが指に反応しているのは確かだと思います。そうしてついに。ということで、今回は治水ビルの可愛いところを3つ厳選して紹介してきたわけですが、いかがだったでしょうか？これを気にヒルを買ってみたいと思った方はチャンネル登録と高評価を、いやいや、買いたくなるわけないだろという方は低評価とコメントをよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。